ティラノサウルス浄化は、ティラノサウルス化と、さらに基盤的な系統を含めた、コエルロサウルス類の住脚類の恐竜の上えである。ジュラ紀には、初期のローラシア大陸に生息していた。白亜紀の終わり頃には、ティラノサウルス浄化は、北半球の大地に生息した貪欲な大型の捕食者である。ティラノサウルス浄化の化石は、現在の北アメリカ大陸、ヨーロッパ大陸、 アジア大陸、南アメリカ大陸、オーストラリア大陸で発見されている。ティラノサウルス浄化は、大半の獣脚類と同様に二足歩行の動物植生動物であり、頭骨や骨盤をはじめとする数多くの骨格の特性から特徴を付けられる。初期のティラノサウルス浄化は小型で、長い三本の指を前足に有していた。白秋後期の属は、 史上最大級の重脚類も含めて大型だったが、大半の族は、体との比率が小さい日本指の前足を持っていた。二種の化石で、原始的な羽毛が確認されており、ティラノサウルス浄化の他の族にも羽毛が存在した、可能性がある。数多くのティラノサウルス浄化は頭骨に、様々な形状、大きさの卓越した骨の隆起があり、 ディスプレイとして使用される期間であった可能性がある。小型の族と人の比較ティラノサウルス上下の体格は様々だが、一般的に時代がフルにつれて巨大化する傾向を見せており、初期のティラノサウルス上下は小型の動物であった。ほぼ完全に成長したディロングの標本は1.6メートル、完全に成長したグアンロンは3メートルである。 日本標庫圏の1億4000万年前から1億3600万年前に当たる下部白亜系の岩石から出土した葉は推定全長5メートルの動物のものと考えられており、ティラノサウルス上下の大型化の傾向を示している。未成熟のエオティラヌスは全長4メートル超え、亜生体のアパラチオサウルスは全長6メートル超えと、 両族がさらに巨大な体格に達したことが示唆されている。白秋後期のティラノサウルス浄化は全長9メートルのアルバートサウルス及びゴルゴサウルスから全長12メートル体重6400キログラムを超えるティラノサウルスまでの幅がある。2010年にはティラノサウルス浄化は最初の8000万年間は小型から中型最後の2000万年間で 地球史上最大級であったと結論づける論文もある。ダスプレトサウルスの頭骨と首。シカゴのフィールド自然史博物館収蔵。初期のティラノサウルス浄化の頭骨は長く、上下に短くそして軽い構造となっており、他のコエルロサウルス類と似通っている。一方で、後のティラノサウルス浄化の頭骨は、上下に厚く巨大である。このような形態の違いにもかかわらず、 ティラノサウルス浄化の基地のすべての頭骨には明確に共通する特徴がある。上下に非常に長い前上顎骨が鼻先に丸みを帯びさせており、これはアベリサウルス科との修練進化である。鼻骨は互いに特徴的に融合し、わずかに上向きのアーチを形成して上の表面へ接している。上顎の先端部に位置する前上顎骨の葉の形状は、 他の歯と異なって断面が D 字をなす。基盤的なグアンドン以外では、下顎骨の卓越した縁は、顎関節の真下から横へ広がる。ティラノサウルス上下は、他の重脚類と同様に S 字型の首と長い尾を持つ。初期の族の前足は長く、グアンドンでは、甲子の60%の長さを占め、コエルロサウルス類に典型的な3本の指を持つ。 長い前足は少なくとも、白亜紀前期のエオティラヌスまで受け継がれたが、アパラチアサウルスでは不明である。ティラノサウルス科の共有派生形質として、彼らの前足は大きく縮小しており、極端な例は上腕骨の長さが大腿骨の長さの4分の1に過ぎない、モンゴルのタルボサウルスである。全種の第三種も、また時代を経て退化している。第三種は、 基盤的なグアンドンでは縮小していないが、ディロングでは第一子及び第二子と比較して細くなっている。エオティラヌスもまた機能的な3本の指をそれぞれの前足に持つ。ティラノサウルス科では2本しかないが、保存状態の良好な標本では第三子の中手骨の痕跡が確認できる。大半のコイルロサウルス類では第三子の存在に関わらず第二子が最大である。 ティラノサウルス浄化の骨盤の特徴には、腸骨正面端の髪型にある王状のくぼみ、腸骨の外側で鋭く突出した垂直の隆起、肝骨薄の髪型への拡張、恥骨自体の長さの半分以上の長さまで肥大した恥骨端のブーツ状構造が挙げられる。これらの特徴は、基盤的なグアンロンやディロングを含むすべてのティラノサウルス浄化に共通する。アビアティラニスト、 ストケソサウルスでは、死骨は未発見だが、それぞれの腸骨に、ティラノサウルス浄化に、典型的な特徴が現れている。大半の獣脚類と同様に、第一子は地面に接しさないもののティラノサウルス浄化の後足には4本の指が存在する。ティラノサウルス浄化の後足は、他の大半の獣脚類と比較して、体格の割に長く、長く伸びた頸骨と中足骨を含めて、 素早く走行する動物のプロポーションを見せている。高速走行は困難だったと推測されるものの、この構造の比率は最大のティラノサウルス生態においても受け継がれている。ティラノサウルス科の第3、中足骨は上部で、第2、中足骨と第4、中足骨に挟まれ、アークトメタターサルと呼ばれる構造を形成する。 アークトメタターサルは、アパラチオサウルスにも存在するが、エオティラヌスやドリプトサウルスに存在したかは定かでない。アークトメタターサルは、オルニトミモサウルス類やトロードン化及びカエグナトス化にも共通する形質で、あるが、ディロングのような基盤的なティラノサウルス上下には存在せず、修練進化であることが示唆されている。ティラノサウルスは、 ヘンリー・フェア・フィールド・オズボーンによって1905年に命名され、ティラノサウルス化もそれに追従して命名された。名前は、暴君を意味する古代イギリシャ語の、タウプシロンローアルファニューニュー、トラニスと、トカゲを意味する、シグマアルファウプシロンロー、ソウロスから派生した。ティラノサウルス浄化の名前は1964年の論文で、イギリスの古生物学者、 エリック・ウォーカーにより初めて発表された。シロキコ後期の北アメリカ大陸東部に生息した、キティラノサウルス科型ティラノサウルス浄化アパラチオサウルスの骨格科学者は、ティラノサウルス浄化を一般に、ティラノサウルス科とその直系の祖先を含むものとして理解している。しかしながら、古石追動物学における系統分類学の出現により、ティラノサウルス浄化は、 より明確な定義を授かることとなった。最初の定義は1998年にポール・セレノが提唱したもので、最も新たな時代の共通祖先を、原生鳥類よりもティラノサウルス・レックスと共有する、すべての種を含む分類群とされた。グループをより排他的にすべく、トーマス・ホルツは2004年に、オルニトミムス・ベロックス、ディノニクス・アンティルホープス、 アロサウルスフラギリスよりもティラノサウルスレックスに近縁なすべての種を含む分類群として再定義した。セレノは2005年に新たな定義を提唱し、オルニトミムスエドモントニクス、ベロキラプトルモンゴリエンシス、トロオドンフォルモススを外部の定義材料とした。セレノの定義は2010年にも採用された。大抵アロサウルス上下と考えられているメガラプトル類が 基盤的ティラノサウルス浄化であることを示唆する研究がある。しかし他の研究者はメガラプトル類をティラノサウルス浄化に分類することに難色を示しており2016年のメガラプトル類の手の解剖学的研究によりもともとティラノサウルス浄化との関係を提唱していた研究者までもが彼らの先の結論を少なくとも部分的に否定する事態になっている。 ティラノサウルス化について、古生物学者が長きにわたって理解している一方、その祖先については論争が続いている。20世紀の大部分にわたって、ティラノサウルス化は、ほとんどの大型獣脚類を含むカルノサウルス類として一般に受け入れられており、アロサウルス化はよくティラノサウルス化の祖先と考えられていた。しかし1990年代初頭には、系統解析により、 1920年代に発表された提案を反映し、ティラノサウルス科はコエルロサウルス類に分類され始めた。現在ではティラノサウルス上化は巨大なコエルロサウルス類として考えられている。1994年にはホルツがティラノサウルス上化をエルミサウルス科、オルニトミモサウルス類、トロードン類と共に、足根骨の近くに大尿予備大音。 中足骨が接近し、第3、中足骨がくぼみを形成する、アークトメタターサル構造に基づいて、アークトメタターサリアと呼ばれる、コエルロサウルス類の分類群に分類した。しかし、ディロングのような基盤的なティラノサウルス浄化では、足首にアークトメタターサルが確認されず、アークトメタターサルが、修練進化により獲得されたことが示唆されている。 アークトメタターサリアは若いしもはや古生物学者は、この用語を使っておらず、ティラノサウルス浄化は、マニラプトル型類を除く、基盤的コイルロサウルス類と考えられることが多い。ジュラキ後期の北アメリカの属であるコエルルスと、タニコラグレウスを含む分類群であるコエルルス化が、ティラノサウルス浄化の姉妹群に当たるとする研究もある。ジュラキ中期のイングランドに生息した、 プロケラトサウルス科のプロケラトサウルスと骨完全な骨格から知られる最も基盤的なティラノサウルス上下はグアンロンでありプロケラトサウルス科の代表格であるストケソサウルスとアビアティラニスを含むその他の初期の属ははるかに化石が少ないディロングはグアンロンやストケソサウルスよりもわずかに派生した属であると考えられているドリプトサウルスは長らくは 分類が困難であったが、基盤的なティラノサウルス浄化であり、さらにエオティラノスやアパラチオサウルスよりも、ティラノサウルス化に禁煙であることが判明した。モンゴルからわずかの未化石が出土しているアレクトロサウルスは、明らかにティラノサウルス浄化であるが正確な、関係性は不明である。数多くの研究者によりティラノサウルス浄化と考えられている他の属には、バガラアッタンや、 ラボカニアがいる。白キ前期の体から発見されたシャモティラニスは、もともと初期のティラノサウルス科として記載されたが、現在では主にカルノサウルス類と考えられている。イリオスクスは、腸骨にティラノサウルス浄化を思わせる垂直の隆起を持ち、実際にティラノサウルス浄化の最初期の属である可能性があるが、確かな化石は十分に発見されていない。 以下のクラドグラムは発表の際に知られていた大半のティラノサウルス上化を含んだローウェンらによる2013年の研究に基づく。2018年にラフェール・デル・コートとオーランド・ネルソン、クリロは分類上の位置に議論のあるサンタナ・ラプトルやティミムスといったゴンドワナ大陸の分類群を含んだティラノサウルス上化の系統解析を発表した。同研究では サンタナラプトルとティミムスがディロングよりも派生的なティラノサウルス浄化に位置づけられただけでなく中期ジュラ紀からティラノサウルス浄化がローラシア大陸とコンドワナ大陸へ拡散していたことが明らかにされた。彼らはプロケラトサウルス化を除くティラノサウルス浄化に対してパンティラノサウルス類という分類群をその中でもドリプトサウルスやアパラチオサウルスビスタヒエベルソル ティラノサウルス化といった北半球の大型ティラノサウルス浄化に対してエウティラノサウルス類という分類群を提唱した。以下は同論文で扱われた分類群とその生息した大陸を示したクラドグラム。2020年にはカナダの中部カンパニアン海からタナトテリステスが報告されダスプレトサウルスと合わせて新たな分類群であるダスプレトサウルス族が ティラノサウルス赤に新設された。これによりティラノサウルス化はさらに多くの系統に枝分かれしていたことが明らかになった。カンパニアン期にあたる約8000万年前には、ララミディア大陸の南部にリトロナクスやディナモテラー、北部にタナトテリステスが生息し、地理的隔離による文化が起きていたと推測されている。なお、ユンによる、アセータイのダスプレトサウルストロススの前頭骨の 解析では、ティラノサウルス科の全頭骨の固有派生形質に不備が指摘され、タナトテリステスはダスプレトサウルスの種として扱われている。ティラノサウルス浄化は、ジュラ紀中期にゴンドワナ大陸から分離したローラシア大陸、そして中世代の後半にローラシア大陸から分離した北方の大陸に生息した。極東から出土したグアンロニアキレスクス。 アメリカ合衆国西部のストケソサウルス、ヨーロッパのアビアティラニストジュラティラント及びプロケラトサウルスを含む初期のティラノサウルス浄化はジュラ紀中期から後期にかけて生息していた。ティラノサウルス浄化と断定された化石は北方の大陸のみから発見されているが、基盤的ティラノサウルス浄化の可能性がある化石がオーストラリアから報告されている。 白秋後期のティラノサウルス浄化は北アメリカとアジアでのみ産出する。イングランドのエオティラヌスや中国北東部のディロングとシノティラヌス及びユーティラヌスに代表される白秋前期のティラノサウルス浄化はローラシア大陸から知られている。アメリカ合衆国ユタ州シダーマウンテン層と日本のテッドリ層群からも白秋前期のティラノサウルス浄化の全浄骨のが 発見されている。白亜紀中頃のティラノサウルス浄化の化石記録の産出状況は非常にまばらである。セノマニアンにあたる北アメリカ大陸西部のダコタ層とニュージャージー州のポトマック層からこの期間の歯と胴体の骨が発見されている。また、タジキスタンとカザフスタンの層からアジアを代表するティムルレンギアとシオングアンドンが発見され。 ブラジルのサンタナラプトルもこのグループに属する可能性がある。非公式にズニーティラヌスと呼称されるティラノサウルス浄化の化石はアメリカ合衆国ニューメキシコ州西部ズニボンチモレーのヒルソーから発見されており、後にススキティラヌスとして記載命名された。間違いなくティラノサウルス化であると判断される最初期の化石は北アメリカ及び アジアの白亜紀後期カンパニアン海で登場する。二つの赤が認められており、アルバートサウルス赤が北、アメリカの実から出土する一方、ティラノサウルス赤は両大陸で発見されている。ティラノサウルス化の化石がアメリカ合衆国アラスカ州で発見され、立教によりに大陸間での移動が可能だったとされている。 アレクトロサウルスやバガラータンのようなヒティラノサウルス科がタティラノサウルス上下はアジアでティラノサウルス科と共存した一方北アメリカ大陸西部では化石が発見されていない北アメリカ大陸東部は白秋中期には西部内陸回路によって分断されて北アメリカ大陸西部から孤立していた北アメリカ大陸東部からティラノサウルス科が発見されないことは 西部内陸回路が生じた後に、ティラノサウルス化が進化し、ドリプトサウルスやアパラチオサウルスといったティラノサウルス浄化は、白亜紀末まで東側に残存して生存できたことが示唆されている。基盤的なティラノサウルス浄化は、白紀前期やプチアンの間、現在のオーストラリア北東部に生息していた可能性がある。ビクトリア州、ダイナソー工部で発見された骨盤の一部、 NMVP186,069 がティラノサウルス浄化の形状と似ており、これまで考えられてきたようにティラノサウルス浄化が北方の大陸のみに限られていたわけではないことを示唆している。ティラノサウルス浄化は長い進化をかけて獲物となる恐竜と共進化、軍拡競争を遂げていたことがわかっている。とりわけ角や鎧を身にまとった重武装の 植物食恐竜ケラトプス類やアンキロサウルス類とでは襲う武器と守る防具が交互に進化していた。結果的にアンキロサウルスは過剰なほどに鎧を身につけ、トリケラトプスは個質の硬いフリルを進化させている。だが、ティラノサウルス浄化も進化を重ねていき、骨をも粉砕できる凄まじい咬合力や発達した内耳のような鋭敏な感覚器官を進化させたことで、 そうした獲物を仕留めていた。タルボサウルスの歯型が頭部に刻まれたタルキアの化石が見つかっている例や生存時にティラノサウルスに噛まれたトリケラトプスの頭部が見つかっている例からもそうしたクークワレルの関係を垣間見ることができる。中でも決定的なのがモンタナで発掘された闘争化石でそこにはナノティラヌスと カスモサウルス赤が互いに力尽きて横たわっていた。カスモサウルス赤の化石にはナノティラヌスの歯が食い込んでいる。両者は存命時に遭遇して争ったと見られている。しかしティラノサウルス浄化でも毎度のように追うものを狙って危険を犯すのは好まなかったらしい。歯型の研究からは彼らが武装したケラトップス類よりも目立った武器のない。 ハドロサウルス類を積極的に狙ったことが指摘されているまた初期のティラノサウルス浄化は体が小柄だったため小動物を獲物にしていた可能性が高い。こうした獲物との群拡競争と同時にティラノサウルス浄化はその進化において常に他の獣脚類やティラノサウルス浄化同士の他種との競争にもさらされていた。七千数百万年間の長きにわたった 白秋だが、特に北米は、栄枯生水が激しく、前期は、ユタラプトルやアクロカントサウルス、中期はシアツといった多系統の獣脚類が台頭し、彼らの絶滅によって、ティラノサウルス浄化が台頭する。ティラノサウルス浄化においても後期は、アルバートサウルス赤、そして最末期に、ティラノサウルス赤へと移り変わり、最終的にはティラノサウルスただ一族を残してすべて、絶滅した。 白秋前期の中華人民共和国領年賞、儀県層で発見される数多くのコエルロサウルス、類には長い糸状の構造が骨格に沿って確認されている。この細かい糸は他の仮説も提唱されているものの、鳥類及び非鳥類型ウモ恐竜に見られるプロトフェザーと解釈されている。2004年に記載されたディロングの骨格にはティラノサウルス状化で、 初めて確認された羽毛が含まれている。原生鳥類のダウンフェザーと同様に、ディロングで観察される羽毛は枝分かれこそしているものの、大葉状にはなっておらず、断熱に用いられた可能性がある。巨大なティラノサウルス浄化にも羽毛が存在した可能性がある。同じく儀検層で発見されたユーティラノスフアリは3つの標本で知られ、それぞれの体の様々な部位に、 羽毛の特徴が保存されている。三つすべての標本を揃えても、体前進が揃うわけではないが、中型の種においても体の大部分が、羽毛に覆われていたことが証明されている。羽毛は、シノサウロプテリクスといった、他の基盤的な属やさらに派生したグループにおいても、発見されている、コエルロサウルス類の特徴であるため、ティラノサウルス科に羽毛が存在してもおかしくはない。しかしながら、 白秋後期のティラノサウルス科の希少な皮膚の印象化石は羽毛を描いており、重なりのない丈夫な鱗に覆われていた。皮膚の印象化石は、非常に小さい上に、脚部、蓮部、尾の下側という原生の巨大な地上性の鳥類でも、羽毛が存在しないあるいは薄くしか生えていない部分に、由来しており、体の他の部分に羽毛が存在した可能性はある。代替案として、 二次的に羽毛を失った巨大なティラノサウルス科は、象のように体毛が同様に失われている大型の原生哺乳類と修練進化している可能性があり、このような動物では体積に比べて表面積が小さくなるため温度変化が遅くなり、体毛の被覆による断熱が不要あるいは邪魔になる。長蛮類といった他の恐竜のグループに見られる洗礼では、 糸状の構造は存在せず皮膚は鱗に覆われている。中国のティラノサウルス状化グアンロンの成功なトサカ、数多くのティラノサウルス状化を含め、数多の住脚類には頭部に突起を持つものが発見されている。最も精密なものはグアンロンに観察されるもので、市場面に沿って頭骨の前方から後方へ、長大なトサカが存在し、尾骨で支えられている。 この景観は内部の巨大な空洞で軽量化されている。ディロングではあまり発達していない突起が確認されており、低い平行な隆起が頭骨の両側面に沿って走り、尾骨と涙骨に支えられている。これらの隆起は内側へ曲がって尾光の裏で合流し、Y 字型の隆起を形成する。ティラノサウルス化の融合した尾骨は大抵の場合、キメが荒い。 モンゴルから出土したティラノサウルス化の可能性がある。アリオラムスでは、尾骨状に卓越した5つの骨質のコブが列をなしている。さらに小さい突起で、同様の列がアパラチオサウルスの尾骨にも存在し、ダスプレトサウルスやアルバートサウルス及びタルボサウルスの複数の標本も同様である。アルバートサウルスとゴルゴサウルス及びダスプレトサウルス。 では、両眼球の上前方に涙骨の卓越した角が存在する。涙骨の角はタルボサウルス及びティラノサウルスには存在せず、代わりに両眼球の後方に五眼下骨の卓越した三日月型の隆起が存在する。頭骨の突起は種の識別や求愛のためのディスプレイに用いられた可能性がある。グアンドンの場合、 デリケートで巨大なトサカは活発な捕食者と推測されているグアンロンの狩りに不利であるためハンディキャップ理論の例である可能性がある。脆いトサカにもかかわらず全ての個体が健康で狩りを得意とする場合、より小さいトサカを持つ他の個体よりも大きな景観を持つ個体の方が優れた形質を示していたと推測されている。オスのクジのおはやギガンテウスオツの自家の枝図のと、 同様にグアンロンは、性選択を経て進化し、求愛行動におけるアドバンテージが狩りの能力の低下を上回ったことが示唆されている。新生児の大きさのティラノサウルス上下の化石が、学術論文にまとめられている。ありがとうございます。